はい、皆さんこんにちは、たーちゃんです。はい、今回はですね、はい、こちらの蝶々のリースを作りたいと思います。こちら、ここを折り曲げてもそのままにしても OK です。はい、今回はですね、このように好きな色や柄の折り紙6枚使います。あとは糊を用意します。はい、では折りたいと思います。色を下にしてもらって三角に半分に折ります。開いて回転させてまた三角に半分に折ります。はい、開いて裏返してもらって今度は四角に半分に折ります。はい、開いてまた回転させて四角に半分に折ります。で、両手をこうつまんでもらって寄せるようにして畳んで真ん中と縁をしっかり折ります。そしたら下のこの角を上の角に合わせるように折ります。はい、次裏返してもらって今度四角に半分に折ります。この時ちょっとしっかりこのように折ってください。で、開いて回転させてこの向きでまた半分にしっかり折ります。で、戻します。で、また先ほどとこの向きと同じにします。で、上の角をこの下の縁、この真ん中から約1センチ上を折ります。そしたらここの縁から5ミリぐらいで折り返します。はい、次はこちらのこの部分、ここと一緒に合わせてもらってつまみ持って寄せます。寄せるときこの真ん中からここ5ミリ開くようにします。で、開いて折ったらこのようにこのままここ浮いてる部分をしっかり潰し折ります。はい、こちらも同じように折ります。はい、そしたら今度はこちらをつまみ持ってこういう風につまみ持って今度はこういう風にこちら側は寄せるようにこのように折ります。こっち向きにしたらこのように寄せて折ります。この時にここの幅とここの幅が同じぐらいになるように、ここね、ここのちょうどこの幅とここが同じになるようにします。で、またここの浮いてる部分を潰し折ります。そしたら今度はここ、先ほどのこの幅ね、この角をここに直角に折り込みます。折って戻してもらって一回開いたらここの折り筋があるのでここをしっかり押してこちらもつまみ折って、で、このまま折りたたみます。そしたら裏返してもらって今度ここの部分をまたこの縁にここに合わせてこの縁とここが平行になるように折ります。で、こんな感じになります。はい、そしたらこの角を少し5ミリから7ミリほどをこのように折ります。ここの折り筋にのこのここを合わせるとちょうどいいと思います。こういう感じになります。そしたら次はこちらも同じように折ります。
では裏返してもらって、この角を上に合わせて折るんですけど、ちょうどここに、ここのこことここの間に合わせるようにこのライン上で折ります。はい、そしたらここは折っても折らなくてもいいですけど、とりあえず今回はギリギリのところを折ります。はい、パーツの完成です。はい、では組み立てたいと思います。まず裏向きにしてもらった方が組み立てやすいです。で、ここのこの部分とこの部分を重ねるようにします。こういう感じでね。で、だいたいここからこの角から1センチぐらいでこの斜めにのり付けしたらいいと思います。こういう感じで、こういう感じです。で、このまま重ねます。はい、あとも同じようにしていきます。このようにできましたら、ちょっと乾かないうちにこのように少しずれてないか確認します。ちゃんとした目印がないので、ちょっと確認してからつけた方がいいと思います。で、裏返します。だ、こういう感じに。で、あとは好きなようにこのようにここをずらしたりします。で、ちゃんとできてるのを確認したら、今度はこちらもめくってもらって、こちら側もしっかりのり付けすることをおすすめします。はい、完成です。よかったら皆さんも作ってみてください。では、この辺でまたお会いしましょう。バイバーイ。